政調会長定例記者会見を始めます。まず政調会長からお願いします。はい、お疲れ様です。参議院の予算委員会がスタートしました。我々としてはですね、やはり国民のためのこのコロナ対策予算、衆議院では組み替えも出しましたけれども、やはり今の政府の予算案にはそのコロナの深刻な状況に合わせた対策費が足りないということで、我々としては持続化給付金の再給付、そして生活困窮者への定額給付金の再給付、こういったことを求めていくとともに、総理も自分自身も言ってましたけれども、今後、いかなる事態をも想定して5兆の予備費を積むというふうに言っていましたが、やはり、現時点でもう使い道を決めて、歳出をしなければいけないという項目がいくつもあるということを考えると、5兆を積むというのはおかしな話だということで、この予備費の削減も求めております。ですから、今後いかなる事態というふうに言うわけですけども、政府の方ももっと感染防止対策をしっかり自信を持って行っていただきたいと、こんなふうにも思います。参議院の方でもうこのコロナ対策を最も重要な課題として取り上げて生きているわけですが、それにしてもあまりにもですね、高級幹部の接待問題、これが非常に深刻な腐敗ぶりを呈しているということだと思います。その意味では、今のこの長期政権、安倍政権から菅政権に至るまで、公務員倫理というものも相当破壊されてきているのじゃないかと。大半の、そして現場で頑張っている公務員はルールも遵守をして、本当に奮闘していると思います。大半の公務員の皆さんは奮闘されていると思います。本当に上級の幹部がですね、このように接待を受けて、またそれに応じてしまっているということ、またそれを監督できていないということは、極めて問題だというふうに思います。改めてですが、手間はかかりますけれども、やはり総務省、農水省と出てきたということを考えると、全省庁での調査、これを進めなければいけないと思います。そして、まだ定かではないところもありますけれども、菅総理の長男の関与ということも、やはり通信行政に関わってきた、いたところでもあります。放送行政に関わっていたことでもありますし、今回、NTT のですね、谷脇氏や山田氏に対する接待と、このことも、何のための接待なのかということに、今後注目が集まってくると思います。携帯料金の引き下げの問題ですとか、さまざまに NTT も、この菅政権の政策、重要政策の遂行に関わってきた経緯もありますので、そういったことは引き続き注視をしていかなければいけないと思います。そして、我が党はですね、今日の精神で、ワクチン PT、また震災の復興本部の方からの提言をですね、審査をさせていただくことになっています。いずれも重要な課題でして、ワクチン PT においても6回のヒアリングをしてきましたけれども、国民への情報提供、そして外国人の方も含めた親身で丁寧なユニバーサルな対応、また自治体がですね、相当混乱をしていると、国の情報を待たざるを得ないということでの自治体への情報提供、そして優先接種、これについては我々が求めてきた介護系のですね、在宅系の介護サービス、この皆さんも優先接種の対象にしたということについては一つ前進だったというふうに思っていますけれども、まだまだこの優先接種の考え方、改善が必要なところもあると思いますので、ぜひ引き続き努力をしていただきたいということ、また改めてさまざまな費用について不透明な点が多いと、本当に接種単価が2070円で大丈夫なのかということや、この接種にかかる人件費、人員の手配等々はすべて国が持つと言っていますが、すべて国が持つということと、実際に払われる額が満足できる額なのかということは別の話ですので、
そういった、まあ、単価設定も含めて、国の方には地方やそして医療機関、現場の医療機関が、これであれば接種には協力できないということにならないように、しっかりと予算を手立てをしていく必要があると思います。まあ、そういったことをこのワクチン PT の中では訴えて、大臣にできれば、まあ、施行を求めていきたいというふうに思っております。またいわゆるマイナンバーの使用ですけれども、我々もそのマイナンバーを活用することそのものは、まあ、あり得る選択肢ではあるとは思うんですが、今回はこれだけ、ワクチン接種のスケジュールが厳しい中で、地方でも自治体でももう準備を相当進めている中でですね、さらに業務の負担がかかってくる可能性が強いということで、まあ、今回は見送るべきというスタンスであります。震災復興の方は、まあ、10年とよく節目なんて言われ方をしますが、区切りでも節目でもない、継続されている継続していく問題だというふうに認識しておりますので、この10年を契機にさらに政府は忘れることなく、この復興支援、特に人に対する支援というものに取り組まなければいけないと。インフラ整備だけではなく NPO に対する支援や、そして実際の居住者だった方々がもう一度ふるさとに戻って生活できるようなさまざまな支援策が必要だということを書かせていただいております。まあ、その他もろもろありますが、まず私からは以上でということで、皆さんからの説明質問を受けたいと思います。それではご質問を受け付けます。あとすいません、ですね、今日議員立法登録になりますが、持続化給付金の再支給法案というものも我が党で今作成を始めております。まあ、3月の中頃には法案提出ができるんではないかというふうに思っております。まあ、これは予算の中でもこれまで訴えてきたことですけれども、まあ、改めて法案を出すということで、このことも報告をしていきたいと思います。はい、それではご質問のある方は挙手をいただきまして、左右どちらかの時間の前からご質問をお願いいたします。フリーのホットと言います。派閥というのは政治を活性化させる、これは確かです。泉さんは派閥をいつ立ち上げて勉強会やりますか。それが第一問です。あ、どうぞ第2問、うん、はい、第2問やりますか。まずということですね。はい、まあ、派閥というものの定義はよく自民党さんの中でも政策グループと言ってみたり、派閥と言ってみたり、派閥と言われたりということで、定義はちょっと定かではありませんが、まあ、仲間たちといろんな勉強していくっていうのは、まあ、当然あって良い話だと思いますし、私は、まあ、いかなる勉強会に参加をする、あるいは作っていくということであったとしても、まあ、それは党全体のためであり、そして国民のための勉強をするための会というふうに認識をしています。2番目ですけど、今回の、東北新社の件なんですけども、これは東北新社の方から、週刊文春の編集部に垂れ込みがあったというんですけども、これはプロパーなですね、東北新社、私は初代の上村万次郎もよく知ってます。それの政治的秘書であるですね、東京エージェンシーの前の徹さんもよく知ってますから、付き合いありましたけど、利益は全然ありませんけども、つまりこれはですね、菅政務をよろしく思わない東北新社のプロパーがやったのか、それともですね、天下りをした NHK の、幹部がですね、やったのかということで、今それは調査してますけども、 NHK の人間なんかもですね、よくここにはね、天下ってるんですけども、うん、それについてはどう思いますか。どっちが食べ込んだと思いますか。まあ、それはすみません、わかりません。わかりません。はい、ありがとう。はい、入ってますね、産経の原川氏、よろしくお願いします。政策的なことについてお伺いしたいんですが、
いわゆるわいせつ教諭の結核自由の厳格化、あともう一つはもうこのコロナ対策での事業規模に応じたですね、その支援策、支援枠組みの、まあ、支援するための法案、これは、まあ、もう一回お願いします。あの事業規模に応じた、はいはい、あの支援策ですね、うん、これはあのそれぞれあの野党では国民民主党さんが、取り組んでおられますけれども、立憲民主党内でもこのでのこの2つのテーマに関する取り組みの状況とですね、あと法案、提出ということではその国民民主党と共同提出することがあるのかどうか、その見通しについて、この2つの法案について教えてください。はい、まずわいせつ教員のことについては、これはの個人的には私もですね、もう2005年の時に質問をして、当時はまだ注目もあまりされなかったんですが、スクールセクハラという言葉でですね、させていただきました。実はその後も複数回質問していく中で、文科省に対していわゆるこのわいせつ教員が、そこの学校からいなくなった後にですね、別な教育委員会で復職をするケースがあるということも質問させていただいて、やはり全国共通のデータベース化をするべきじゃないかという提案もさせていただきました。でその質問で終わることなくですね、文科省とは実際にそのデータベース作りについてもその後個別に協議をして、文科省からも行ってそういったものを進めていきますという返事もいただいてきた経緯もあるので、まあ、我が党の中にもですね、私に限らずたくさんこの問題について問題意識を持っている仲間がいると思います。でそういう中で一部、まあ、報道の方で、立憲民主党がなんかこう後ろ向きじゃないかというような話があったんですが、私は認識ではそんなことは全くないと思いますし、今立憲民主党を支援する団体の中でそういった後ろ向きな声が上がっているということも、まあ、あえて確認もしましたが、そういうことはないという認識です。でその上でというか、まあ、我が党内でもですね、改めてこういった事象を振り返ってみると、このわいせつ教員の問題そのものは非常に当然大事で取り組んでいくということと同時に、過去、まあ、いわゆるベビーシッターであったり保育の現場であったりということも含めた、あるいは障害児をですね、お世話する施設の中での事件というものも含めて考えたときに、まあ、全て防いでいかなければいけない、そういう、まあ、考えも当然ありますので、このわいせつ教員の問題をはじめとして、まあ、あらゆる児童が被害に遭わないための取り組みを我々としては進めていきたいというふうに思っています。まあ、そういった意味で、うちの党でいうと、子ども子育て PT というのがありますので、特にその中を中心として議論を、まあ、今後も重ねていきたいというふうに思います。で続いて規模別の件ですが、これは特措法の改正の時にも、まあ、我々自身も規模別あるいは影響別、これをどう表現していくかということはありますけれども、そうやっていくべきだと言ってきました。で実はですね、その議論の中で、特措の議論の中でいうと、まあ、自民党の側にも相当これに対して賛意を示してくださる方々も多くて、で下村政調会長とある時に一緒だった時に、まあいやそれは地方、まあ、下村政調会長としてはその時には地方で表現できるように何とかしたいみたいな話をされていて、確かに今回いわゆる協力金は一律同額という縛りではなく、自治体ごとに協力金をまあ、額を変えて出せるようには多分なっているということで言うと、まあ、そこの部分は一歩前進ということだと思います。ただ、まあ、それをどこの自治体がどれだけ行うのかというところは全く不透明ですし、全国的にはあまり知られていない話ですので、引き継ぎやはりこの、まあ、事業規模別ということをやっていかなきゃいけないと。まあ、例えばそれは持続化給付金の再給付ということもあられ言っていますので、まあ、そことの、まあ、整合性だとかもちょっと見つめなければいけないということもあります。まあ、どういうふうに、まあ、助けていくかということになると思いますので、今日うちの内閣部会の中で、
国民主党さんから法案の説明をいただきました。で、一方では我々としては PPP をですね、進めていこうという話もある中で、今日国民主党さんからお話を伺ったんですが、まずはということで国民主党も今回我々に説明した法案は PPP の法案ではなく、まさに今おっしゃった規模別の何らかの給付という法案だということでしたので、それは先ほどお話をしたように持続化給付金との重複をどう整理していくかということも含めて、今日の時点では一旦預からせていただくということになっております。ですので、国民主さんがもし、法案を、速やかに例えば提出されたいという意向であれば、そこは我々とはちょっとタイミングが合わなくなる可能性はあると思います。その他ございますでしょうか。北海道新聞の田島です。よろしくお願いします。政府与党内で検討されています重要土地等調査法案についてお伺いします。自衛隊周辺の土地のですね、買収や利用についての規制を強化するという中身ですけれども、安全保障上必要と言われている点もありますけれども、試験や経済活動の制限につながるという懸念もあります。政府与党内でもさまざまな意見が聞かれますけれども、御党として対応をどのように考えていくのか、また法案の中身について理解できる点、懸念されるような点がありましたら、具体的に教えてください。はい、まだ私自身は法案の中身を見てはおりませんので、そこに対する言及ということはないんですが、私もですね、所有者不明土地問題ということで、これまで、自分自身でも国土交通委員会等々、あるいは衆議院の予算委員会でも安倍総理にこのことを質問したことがありましたので、個人的にも強い関心を持っていますし、対馬にも行かせていただいて、ちょうど対馬の自衛隊基地の横の土地の問題ということにもですね、現地で話を伺ってきたことがあります。やはり、行って、こういった土地について、我が国の、利益という観点からですね、何らかの措置が必要ではないかという声が国民から上がってきてますので、我々としてもその必要性ということは理解をしています。ですので、どういう形でそれが可能なのかということは我が党の中でも、真摯に議論していきたいと思いますし、私が今回政調会長になった時にですね、外交安全保障主権調査会というこの主権というのをですね、つけたのはまさにそういった問題に対処するためでありますので、我が党の中でもそういった形で議論していきたいと思います。その他ございますでしょうか。では、所長の方です。朝日新聞吉川と申します。50年脱炭素の工程表について、その党内でどのように検討している状況 でいつ公表するのかという目処を教えていただきたいです。で、あと、工業に掲げている原発ゼロを実現するタイミングについて、どのように考えているのかお聞かせください。はい、これは今我が党は環境エネルギー調査会、田島かなべ調査会長の下で、政策づくりヒアリングを繰り返し行させていただいております。現時点でいつまでということはですね、もう総選挙ももうすぐあるかもしれませんので、その総選挙に対しても間に合うように、我々としてはいつ総選挙があっても大丈夫なようにということを、頭の片隅に置きながら、現時点では明示的に何月とかどの時期ということを決めている状況ではありません。ですので、この原発ゼロの実現ということについても現在はこのヒアリングの中で、調査会の中で議論中ということになります。
毎日新聞の宮原です。原発立地地域振興特措法改正案、延長法案ですけれども、はい、こちら、原発立地地域の、支援に関する法案である一方で、原発の必要性というものを前提している法案ですが、すみません、精神の後に聞いた方が本当は良かったかもしれないですが、こちらについての賛否と、修正案の提出も今検討されていると思うんですが、そちらが否決された場合、どういう対応を取るのかということと、あと、こちらの法案について、賛否両論ある中で、考え方はどのように、思ってらっしゃるかというところをお願いします。これ、もともと議員立法ですよね。ですんで、私が聞いてる話でいうと、政府側としては、本来あまり政府、要は閣法として受けるということを想定はしていなかったと、あくまで議員立法の中でしていただきたいというのが、実は役所の意向というか、もう思いであったというふうに聞いてます。で、そういう中でですね、議員立法で、あれば、与野党で、協議ということも可能であると思いますし、政府が出すにしてもですね、しっかりと、与野党で話し合いをして、そういった、経過でいうと議員立法でできてきたという経過を踏まえてですね、各方であっても与野党でしっかりと協議をしていただきたいということをまず我々としては思っています。そしてやっぱりこの法律がそもそも東日本大震災の前に成立をしているというかですね、前回審議されているということから考えますと、やはり事情の変更、環境の変化ということを受け止めた上で、この法律を今回審議する必要があるということは、間違いのない見解というか、野党を超えて当然のことではないかと思います。でそういった中で今ご指摘があったように、原子力発電が、要は原発事故が起こる以前の書きぶりのままになっているわけですね。目的が原子力発電が、我が国の、安定供給に欠かすことができないという書きぶりのままになっていて、我々としてはやはりこの東日本大震災を踏まえるということや、その後のエネルギーをめぐる環境というものを踏まえた目的にすべきだということを今提案しようと考えています。加えて言えば、かさ上げそのものというのは防災インフラも含めて重要なことだと思いますので、我々としてはその仕組みそのものがおかしいということではありません。有意義なものであるというふうに思います。そういう中でですね、今提案しようと考えているのは、やはり原発立地地域においても、これまではひたすら原発そしてインフラを整備を続けるという観点でしたが、新しいエネルギーシフトをしていくにあたっては、当然廃炉ということもあり得る立地地域も出てくるわけですから、そういった意味では再エネルギー再生エネルギーのさまざまな整備ということが現地で行われていく場合にも、これもかさ上げのメニューに追加をするべきだというふうに考えています。でそういったものは非常に建設的な提案であると思っておりますので、一つは東日本大震災を踏まえた法律にすべきだということ、そして時代に合わせた再エネも含めたメニューとすることというこの提案をぜひ修正として飲んでいただきたいというふうに思っております。それを飲まなかった場合の判断というのはまさに今日、この精神の中でも議論されますので、現時点では言えませんけれども、まずはやはりこの我々の建設的な提案をしっかり受け止めていただきたいと、そのように思っています。通信の近藤です。2点をお伺いします。はい、1つ目が緊急事態宣言の再延長なんですけれども、ちょっと改めて2週間再延長ということのぜひ受け止めを伺いたいのと、その当初解除条件として政府が示していた指標はほぼクリアしているにもかかわらず、
まあ、また病床の逼迫とか新しい理由も出てきて、その根拠、再延長の根拠がよくわからないっていう、その判断基準についてどう受け止めているかをお願いしたいです。でもう一つが NTT による総務官僚の接待なんですけれども、先ほどの官房長官の会見で谷垣総務審議官がその報道されている会食への参加を認めたと。で、当初の国会答弁が虚偽であったということになりまして、まあ、辞職すべきだという声も出ているんですけれども、これについて受け止めをお願いします。はい、まあ、まずは事実関係、今の NTT の方ですね、谷垣氏の方ですけれども、まあ、事実関係をよく確認を、まあ、していくということが前提になりますが、国会でやっぱり公務員倫理法に違反する接待を受けていないと答弁をしているということは極めて重たいと思います。もしそれが事実と異なっていた答弁であるならば、これは、まあ、意図的隠蔽をしたということも十分ありますので、まあ、非常に責任は重たいと思います。まあ、もしそれが事実であれば責任は厳しく問われるのではないかというふうに思いますね。で、続いて延長についてですけれども、やはり今ご指摘があったように、まあ、2月2日に総理が、会見で発言をした、まあ、およその解除基準ですとか、これまで政府が当初言ってきた条件というのはほぼそういった意味では、まあ、意味をなさなくなっていると。そして今何に依拠して判断をしているかということについても不透明不明確と言わざるを得ないと思います。自治体知事の意見を聞くのか、専門家の意見を聞くのか、医師会の基準を考慮しているのか、それとも総理自身の頭の中に何かがあるのか、この辺が今本当に分からなくなっていて、私は先日の質問でもやはり国民が困るということを言いましたけれども、やはり予見可能性というかですね、やはり大体、まあ、大体というか国民から見て、妥当な判断基準があって、そして客観的に同じような判断を総理がするということが、まあ、求められているわけで、国民が、まあ、はてなをですね、いくつも思い浮かべなければいけないような判断ではやはりいけないと思いますので、分かりやすく判断基準を、まあ、明示をしていただくということがまず求められるんじゃないでしょうか。その小手先のリーダーシップ、見た目のリーダーシップではなく、分かりやすい判断基準を明示をしていただくこと、それが最も大事だというふうに思います。どうかございますでしょうか。はい、すいません、NHK の坂本です。よろしくお願いします。選択的夫婦別姓についてお伺いします。この間衆議院の予算委員会でも、参議院の予算委員会でも丸川大臣はですね、これについて問われて答弁してますが、これをどう受け止めているのかというのが一つと、枝野代表はこの前、次期衆院選の公約だというふうに言いましたが、党としては今後具体的な発信の計画はあるのかということについて聞かせてください。まあ、これは何も、まあ、発信の計画ということを作るものでもなくですね、まあ、代表がおっしゃられたように我が党としてはそれがスタンダードであるということですので、まあ、引き続き事あるごとに我が党としては実際に国としても進めるべきだということを言っていきたいと思いますし、国民にも我が党の姿勢を伝えていきたいと、伝え続けていきたいというふうに思います。まあ、丸川大臣はやっぱりいろいろとご自身もで、いわゆる大塚玉代ですかと呼ばれて違和感を感じたとかですね、まあ、いろんなことをおっしゃってられて、実はまあご本人もいろいろと苦労があるんじゃないのかなと思います。まさにだからこそ選択的で、それぞれが夫婦の間で、家族の間で話し合ってですね、選択できるようにしていくべきだというふうに我々は言っているわけで、まあ、丸川大臣も一生懸命ですね、無理やりこの防衛ラインを作ろうとせずに、まあ、本音で
今困っている女性のために、あるいは夫婦家族のために、その困っている夫婦や家族に向き合って発言をしていただきたいというふうに思います。その他ございますか。読売新聞の田村です。わいせつ教員の話に戻るんですけれども、今与党側で教員免許の再取得を禁止する法案を今検討、PT で検討を始めているんですけれども、この法案ですとか、その教員免許の再取得を禁止するという考え方についてはどのようにお考えになっておりますでしょうか。はい、そこはまさに先ほどお話しましたように PT の中で決めていくことですので、今私が丸とか×とか、そういうことを言うつもりはありません。はい、とにかくこのわいせつ教員によって、被害に遭われている方々がおられて、あるいは過去被害に遭われて、心に傷を負っている方々が多くおられるわけですから、その問題を解決すべく努力をしていきますし、先ほどお話をしましたように、実はそれに加えて、さまざまな現場でですね、同じように、資格を持って、本来子どもを守る側に立つべき人間によるわいせつ事件というものが起こっていることも、同時に我々としては取り扱っていきたいというふうに思っています。質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。では以上で政調会長会議を終わります。はい、どうもありがとうございます。